タート。いいよ。じゃあヒロナがあれだな。そうです。コメント読んでいこう。コメント読んでいきましょうか、僕が。イエーイ。イエーイ。漢字苦手だけど頑張るで。そこは頑張って読んであげる。ありがとう。そこ早い。みんな。リュウキ君。ハート。ありがとう。ありがとう。いやー、みんなちゃんと見てくれとるっていうね。どうやったらいいんですか。はいはい、多分これグッチラレビューじゃないかな。あ、ヒロナ、おいし、ヒロナやで。ヒロナやで。嬉しいけど、シールド押しって書いてあるやん。複雑や、なんか名前呼ばれたもののみたいな。ステラ押しな、今度から。濃いんだ、あざす。どうやった？あ、めっちゃ濃いのくれるやん。すごいね、ありがとう。首だ。線路が多分ヒロナより、ヒロナよりリュウキ君のが好き。負けたわ。ありがとう。嬉しくね。言われる立場で気まずいよ、こっちが。俺らがずっとこうやって見てこれ最低だよ。辛いわ。ほんまそうですよ。ちょっと今拡散中じゃからな。しかもなんならヒロになって俺呼び捨てでリュウキさんのことリュウキくんですからね。なあ、この差怖いな。怖いわ、ほんま。厳しいですね。あ、もうじゃない、今日や。え、誰？え、誰？ちょ、一人一人じゃあちょ自己紹介しよう。ヒロだからじゃあ。僕はステラプラスの藤崎ヒロナです。です。サファイアの桐崎ガクトです。イエーイ、ガクトちゃん。イエーイ、ガクちゃん、ガクちゃん、ガクちゃん。サファイアのリンです。リンリン。あ、リンちゃんね。シールズのリュウキです。リュウちゃん。はい、キリカレー。イエーイ。今日4人ね。4人4人頑張りますね。よっしゃ。新人王にして。誰か、ちゃんとして。すいません、すいません。新人王頑張る。誰の次だか。リンリン、リンリン、リンリン来たね。リンリン、ヒロナ君髪色変えたって言われる。そうなんよ、変えたんよ。今週全部ずっと変えとって、なんなら後ろまだら、もうほぼ金ばっか。三重県この間まで金髪だった。もうほんと金でした。真っ白に近いぐらい金でしたね。ほんまに。で、もうちょっと三重県以外分からない。嘘でしょ。いやー、それみんな分かってもらえるようにな。ちょっとそうですね、アピールせんと、ね、やっぱそこはアピールしていっちゃいたいと思うんでね。まあ、ヒロナっていう気持ちも読んどいて。よくもう分からんって言われるんで。何が、あ、漢字が ややこしいって言われて。あ、ほんまにつらいんですよ。忘れた。めっちゃなんか動きおるけど、バキだ、バキ。おーっと、ね、サバンナ高橋。サバンナ高橋言われるね。でって人ですけど、これは何に対してのでなんですかね。これは自己紹介後ので。ああ、なるほど。ちゃんと返して、ちょっとさきてぃ、はやっとね。いや、楽しませるって、ほんまに。真顔であっち向いても、真顔であっち向いても。いや、こう顔しちゃったんで。頭おかしいやつじゃないですか、俺。何色になってる。うちの弟、りゅうき。あら、なんか名前がかぶっとるな。あら、まあ、サバンナ高橋に似てるよね。俺やないかい、それ。俺やないかい、何回も言われたことあるわ。ロングスタイルもあるよな。そうですね、よく、それもまあまあ言われますね。ロングスタイル、ロングスタイルの白い方ですか。白い方白い、石田の方ですね。石田の方。もうここ真っ白だしね。明日から真っ白で、もバースデーの339、ヒロナ誰だっつって。誰だ、ちょっと待ってくれ。おーおーおお、名前はこうやって控えた方がいいですよね。あだ名で。じゃあ俺で。ミミクさん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 でも。なんかミミクさんみたいな感じになったけど。嬉しいわ、ほんま。サバンナー言われるよね。サバンナワードがね。いやー、来たでー。あいつのボケなんなんですかね。あの、拾ってくれる人が厳しいよな。厳しいです。やっても惜しいんで。そう、俺ちょっとダダ滑りなんですよ、俺。黙れ、今日行くで。うわ、黙れって、もう絶対読んじゃな、まほんま。つらいな、そう。つらいわ。嘘やで。来てよ、ちゃんと。うん、
ひろ。見てみてえな。たかひろ、ソーシー、コタロウのペアみたいな。パパ。誰にパパって言ってんのかな。多分俺じゃろな。嘘、じゃあ俺弟なんですかね。弟って言われるように頑張ります頑張ります。結構嫉妬するんだな、ヒロのね。いや、そういう、いや、なんなんすかね、そういうキャラキャラ行きましょう行きましょう。なるほど。でも逆にパパキャラになったらしょい込めないですね、自分一人じゃ。あいっぱい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 、どうしようどうしようってなって、弟ぐらいの方が甘えてあれしてこれしてて、女の子からしたらでも弟キャラとかの方が可愛いんでね。あ、可愛く思えるんだね。うん、あ、そう。今日思えず。スケやめまーす。スケやめます。あらまあ。あらまあよ。いいじゃん。チャラよ。どんぴ。どんぴ。うんぴ。うんぴ。今日はついてな。お、お、連れて行くけ。おっと。嬉しい。3時以降な。3時以降な。まあまあじゃ誰か拾ってや、ほんま俺だだ滑りや。3時以降ほんまに。3時以降、3時以降に連れて。俺3時以降って言ってました、うん、3時以降な。3時以降そう、強くね、ちゃんと拾直しやで、ほんま。まあ新規来るんだからな。期待は今、今来とったらどうする。今来とったらダッシュって行きますよ、ほんまほんまダッシュ行きますよ、ほんま。ちょっと専務っつって専務ちょっと、いやもう言わずにそのままバーって行きますよ、ほんま。あとで説教タイムですからね。うん。お前もなかなか今日コンティニューコインをもらったけど、お茶はもらってないかな。そうっすね、ほんまですね。お茶もらってないけど。お茶2杯くらいっすね。あ、そうですね。あ、違う、これ昨日っすね。それ昨日のやつですね。これからなんで、ここからなんで。なんで。コンティニューコインだけ。コンティニュー、あ、お茶もらってない。お茶もらってないと。お茶ください。あと喉乾いた、喉乾いた。茶くれ、茶茶くれ、茶どこのあれや茶くれ、茶ほんまもう茶しばきましょうかみたいな。お好きや、お好きやすそのスタの気がする。どうなんですかね。どうなんだろう、どうなんですかね。あ、ありがとう。お茶ありがとう、別に。あ、見るだけでも全然。そう、たまに結構普通になんだこれみたいなんで見る人多いらしいし、暇つぶしみたいな。そう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 。ジェリモスキョウじゃないんだ、シーデスキョウ天丹東京京都ですね。クロッコロッパワーつってな。オスキョウのテイってよくわかる。オスキョウのテイ、お、どうなんだろうな。どっからオスキョウなのか。あでもヒロナからはどっからがホスキョウ。やっぱり3店舗以上、いや何店舗、結構でも、でも1店舗しか行ったことないっていう子でもその店舗だけってなったら違う他社からしたらホスキョウなんじゃない。あ結構来るってことがホスキョウってことですか。回数的な問題なんですかね。週に何回とか月に何回とか、それ人それぞれじゃないか。てかサファイアの人誰って人。あ、ちょっとアピールして、アピール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 タイムよ。真ん中はガクトーじゃん。2人はちょっと行っちゃって、行ったって言ったっけ。サファイアリンです。もう絶賛放送中、絶賛放送中みたいな。放送中ナウって放送ナウです。ナウリンと言います。リンくんな、リンくんで、リンくんガクトです。イエーイ。なんかちょっとこうカメラで見たらちょっとみなみさんに似てねえか。なんかよく言われるっす、方がみなみさんに。みなみくんによく痩せとる時によう似とる。月1だったら別に。そうですね、そうですね。うん、あ、ヒロナって言ってるか。はいよはいよ。危ない、一回これでむしられて俺怒られたことあるんで気をつけて。もう来とるね、お前下。嘘、マジで嘘、俺のせい。ヒロナの下も来とるね。飛んでる、ほんまやほんまや。ホスキョウ何店舗行くのか。何店舗、まあ僕は4店舗以上 OK。 4店舗以上はもうホスキョウなんて。3店舗リーチよ。リューケールビールハイアンドローをやめることにした。おっとはやめるんすか。ちょっとなんか変なの出たわ。ちょっと変なの出た。ちょっとやめないで。ヒロナ月1。じゃあうちは
毎日おる。毎日おる。毎日めっちゃいい。もう我が家みたいな感じやな。そう我が家みたいな。おかえり今日もっつってね。そう。よう来たな。よう帰ってきたなと。ゆうきくんっつって。ありがとう。さっきサファイアキャス行ってきたよ。お。サファイアキャスからのグループキャスみたいな。お、まあ、そういうのがあるんですね。リン、早く帰ってきてって言われる。あ、さっきついてた席です。あ、ついてた席。はい。さっきついてて。おうおう、早く帰りたいと。いやもうめちゃくちゃ免許ついてくるって言って帰ってくるぞ。人気者だな。羨ましいわ。羨ましい。ありがとう、リュウキ君。もう従業員じゃねえかよ。ヒロナ、昨日と色変わってないって言われる。そうなんよ、結構変わったんよ。今週ずっと、また同じ話するんですけど今週ずっと髪染めとって。そんなに染めまくる？染めまくってます。全部抹茶色。あの、ほんま、こけ茶色ぐらい入れて、この色なんで。ガシガシなんですか、もうほんまにやばい。ダメージが。だからもう、ゴンザ眉毛みたいな。遠くから見たら本当に俺デコな、デコ出とるんよな。ほんまに。それぐらいが可愛いんだね。可愛いですかね。もう肌と同化してる部分が何箇所かあるからね。リュウキ君、リュウキブス。ブスでありがとう。ブスでありがとう。気持ち悪いでくださいね。みんなな。めっちゃ気づい。なごみさん、漢字が違うわ。リュウキになってる。2店舗目行くのもほぼ決まってる。あろう。どこ行く？気になるか気になるが。やめる。シャンパンもやめる。どういうこと？あら、何があったんだ。チャラよ。何があったんだ今回で。何があったんだってな。誰も分かってないやろ。いやいや、分かっとる分かっとる。この感じやろ多分。分かってる分かった分かった。うん。絶対分かってるね。そしたらよ。じゃあ宇宙の担当も髪染めとった。あらー、男前になっとった？ええ感じになっとった？なんでそんなに染めるの言われるよ。時やから文化来て。なんでかそんな染める？金髪はね、周りから見とって金髪まあまあ少なくなっとるし、まあちょっとでも落ち着きたい年頃みたいな。なつって。どう？適当。マジ適当。いやいや。わかるってこの感じやろ。A ちゃんだろ。あ、あから始まる子だろ。3文字3文字だろ多分。これ間違ってたろ。もう謝罪するな。うん、今度はなんか漢字違うで。龍気くん、龍気くん、琉球の龍じゃないですか。琉球くん、琉球くんみたいな。何もない。整形する。え、整形するの？どこ整形するの？ちょっとやっぱみんな整形したいと思う。僕っすか。僕は整形の前にヒゲをなくしたいですね。あ、脱毛に行きたいですね僕。朝もう仕事終わってパッて外出るんですか。明るいじゃないですか、うん、まあもう顔半分もう真っ青、うん、ほんまにそんなに濃い？むっちゃ濃いですよ。ここもうここがやばいっすね。あ、もうほんまに。ただここが繋がらんけ、繋が出るなら欲しいみたいな。ちょこっとカラーチョークとかスプレーある。嘘。嘘。何も知らなかったみたいな。チョークとかある。チョークってあのあれでしょ、黒板とかに書くような。しまっしろやん。担当誰？ああ担当誰？あれランマじゃないかった？違った？違うか？違うか？これで違ったら大問題やけどな。コメントスルーされたようだよ。そうそう。誰ちょっと待って、どこじゃないですか。これチョコットスプレー、俺触れたはずなんだけどな。そこのそれに関してちょっと、これチョコットスプレーは、チョコットスプレー、ちょっと全部合わさったな今。チョコ、俺チョーク、あれでも手につかんのかなってめっちゃ思う。チョークとかそのスプレーとか、ー肌とかに多分染みると思います。染みてくると思います。これまあまあ指切れとるから今。あの肌荒れってやつ。どっか整形じゃないですか。ほんまに全部整形するらしいね。そう、お人形さんになっちゃおう。ほんまに琉球大学くん、もうなんかどんどん違う。琉球って趣味じゃんか。分かっとるやん。いや分かっとるじゃん。ヒロナ頑張ってって言う。頑張る、ありがとう。チュピマル、チュピマル、お茶くれとるね。チャラよ、ありがとう、ほんまに。ヒロナカ君、
誰だよ。ひろなかくんって誰だよ。ひろなじゃねえんだよ。ひろなくん。俺もう名前が名字に変わっとるやないですか。お前。ひろなかでも。もうスルーだよ。スルーで。レイヤーさんとかとかもかからちゃう。その前のコメントや。その前。その前のコメント。スルーしてると。その前のコメントどうなったの。その一個前じゃ。ないどこあ、これだ。みんな遠目から見てたら、あ、見たらイケメン埼玉の行こうかなって埼玉にかな埼玉に行こうか、うん、埼玉の行こうかな。まあ、岡山来てくれたら何でもいいと。あ、埼玉からってことですかね。そういうことにしとこう。鎌倉ね。そういうことにしとこう。しておきましょう。しましょう。申し訳なかった。埼玉から来てくれるな、嬉しいな。今週中な、今週中涙しかねえわ。おい涙ちょちょぎれる。ちょちょぎれるで、ほんまに。で、その後はどこまででしたっけ。その上でな、初見。これはどうしたっけ。それあ、その前のあ、読みました。ちょっとね、そうあ、レイヤーさんとかが、レイヤーさんがわからんね。初見、ありがとうございます。よかったら名前とか教えてください。ひろなちゃん。ひろなやで、ほんまに。チューイングっぽうやね、ほんま。カラーチョークは夏場やめた。あれなんですか、汗とかで取れやすいってことなんですか。もちろんね。じゃあやめた方がいいな、それは。じゃあ冬場にしようか。今じゃやべえな。久々元気しとる。だから龍騎売り上げ頑張って。はい、よくわかりませんが頑張って使わさい。なんか複雑じゃな。うちの担当だった首里、いやもう琉球がなっつって。琉球大学医学部くん。そういう誰のこと。長すぎるわ、ほんま。漢字バー習ってたけっていう話だね。しかもまあまあ一瞬見た瞬間中国文字かと思ってびっくりした。え、嘘みたいな。スルーされた挙句うまく伝わらなかった。テンパるとこういうもんなんで、すいませんでした。あ、埼玉のホストに行こうかなってこと。ああ岡山来なさい、ほんまに。岡山来なさいよ。もしかしたら岡山かもしれない。あ、岡山じゃない。岡山かな、ちょっと埼玉ちょっとかな。ひろなか面白い言われるよ、ほんまに。ユウキャンありがとう。うっせえがかっこ。あんまり喋ってない。逆に喋れってことじゃない。すいません。喋れほんまに。面白いって、ありがとう。ほんまにさっきの喋ろうな。さんからですね。あら、ほんまや。さつきです。さつき岡山在住です。やべ、呼び捨てしてしもた。さつきさん岡山在住です。半年前まで東京でキャバ嬢と OL してました。あら、おお、これは掛け持ちってことですかね。掛け持ちなら、ちょっとこれはやらしい雰囲気っすね、ほんまに。うちのグループは来たことないんですか、逆に。飲みにねっつって。ああ、なるほど、ね、これでスラプラスって言われた瞬間俺焦りました。え、誰に。シオリー勇気に使う前に整形するからそれまで頑張って。ああちょっと飲みに来ないってことな。つらいな。まあまあ落ち込んどるやつやね。その反応リアルにまあ落ち込んどる。ビール飲めようになっちゃうから。そう、何激おはよう。早ここ3人にも言って、ここ3人にも言って、ここ3人言って。ちょっとしっとり子ら全員ちゃんとコメントしてよ。20人しか見てないけど。ほんまに嘘、そんなに。嘘、もっとコメントしてごせえや。20人しか見てないけどみたいな。しゃべろうぜみんな、うん、コメントして誰か。ほんまコメントして。コメントが来た。お茶、お茶、お茶、ありがとう、ありがとう。お茶に対しての反応入る。お茶っつって、うお、来た。待っとったねみたいな。来たことないっすね。違うグループに担当がおりました。違うグループ。違うグループね。あ、お茶がダメで。お茶2つも来たね、もうほんま。ありがとう。でも岡山も結構ホスト多いですね。意外と多いっすね。ほんまめっちゃお茶今日、お茶今日、すげえ。すごい。待って、送らんの。読みたい文字が。待ってくれ。はい。勇気、勝利が壊れた。何があったんだ、勝利一体。あれ違うぞ。その人もあったっすね。また給料良くなるけど。なんか話がリアルすぎじゃん。リアルタイム。
どうしたこの。すごいなお茶。このお茶らしなんや。今日シールズに行ってお話ししてくださいお願いします。そうなっちゃうな。そうなんです。他社からしたら。そうなんです。僕ら全然わかるんですけど、うん、そんなんて当てがしがならないから。ああいろいろあるのねみたいなね。そうほんまにむっちゃお茶。逆に今度お茶バーやん。全然ホス教じゃねえが大丈夫じゃん安心しななあ、うん、ホス教じゃないです今日はもうホス教万歳みたいなホス教万歳めっちゃお茶もらったよほんまありがたいっすわあざっすじゃあ幕終わりとあらクラッカーで、ね、今度はクラッカークラッカーわさまにヒロナちゃんとしてちゃんとしてオッケーっすテンパル待って岡山まで行ったことないなないイッサ君が入ったとこってどこですか？あ藤崎ヒロナがいるステラプラスや。向こうの人からでした。あはい、はい、だからってそうですね。ステラプラスですんで、はい、ぜひステラの運営です。まあまあ滑ったな。お茶箱終わり。いやでも嬉しいっすよ。めっちゃもらったから。一気にお茶がもう。そうダラーってやってますからね。水っぱいです。ほんまに今お腹ちゃっぽんちゃっぽんっすわクラッカーももらっとるしやほんまこれクラッカーって何なんすかねじゃあ分かった月に20万使おうめっちゃ話がリアルやリアルちょっと待ってじゃあ私はそろそろん私はそろそろホストから上がれそうですよこの枠星3つになったおほんまありがとう星3つですリュウキありがとうあ、しおりスターダム今日まあ、ね、黒い人サイトに似てない黒い人俺じゃな絶対黒いだ絶対黒いな顔も黒いしな顔も黒いどうしたどうした誰日焼け日焼けですねもうサッカーやってきたんですすげえなそれ黒なるわほんまサイトよリキウがねウがウがねせめて伸ばし棒開けて伸ばし棒でも欲しいな欲しいっすねほんまにどこの人なんですかお店誰が誰あみんなかなこれはうんうんどこからどこ読んでます？今そのあここっすか？万年ね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 じゃあリュウキさんの方から、ね、シールズですはいサファイアですサファイアです真ん中サファイアですサファイアですサファイアですステラプラスですなんか言えやそんなことなんもねえかいやカモンってちょっと口パクでつってリュウキ君や誰や K 誰や誰こいって意味じゃないですか、ハケそっちあ、もう名前からぼち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 攻めたいですいやじゃあ連絡ください、ちょっとほんまにもう来てほしいですね、ほんまに連絡してカモンカモンっすよ、ほんまにツイッターから連絡してきてありっすね、うん、実物わかんないからあれやけどまあそこは二人の話やな、ちょっとこうあもうこれ男前じゃないちょっと赤月そうしくん、うん、あら初見ですありがとうございますあらちょっと待ってくちょっと大丈夫似てんない、うん、初見あほんまにここ読んどったんかうんあらイケメンさんいらっしゃいイケメンですね性格とあれですちょっと言ったれちょグループナンバーワンだけどな言っとけてなくちゃねグループナンバーワンですけどちょっとうるさいです言われてますよ言われてますよあ、うちの先生や何がああ、宗師のことねああ、そっち その中で会話するんですかちょっと僕らそっちのけで龍騎精子がまた仕事サボっているおい仕事せ大人子供やねんねよ仕事してくれ龍騎整形するから20万で勘弁してなんていや20万もいいっすか20万もいいっすか嬉しいっすわ飲み放題じゃないっすかービールめちゃくちゃ飲むうちの好きなジョークみんな好きやなもうほんまにあみんな見せちゃうんやそう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 
ですよ。みんな違うんですよ。これは相手ですよ。相手ですよ。そうですね。今なんで敬語になったか分かる。そうですね。あでも全員パパパーって見せてこういう人がいますよみたいな。多分どっかに録画のやつがねあると思うんで。そう。YouTube から拾ってきて。YouTube。よし行こう。よし行こう。どっちも行けるんだよね。仕事やね。何？はい、送信。とりあえずこれ入ってないから。自己紹介してください。またちょっと。またさす？さあちゃん。ね。じゃあヒロの回行くもう一回。そうっすね。ステラプラスの足崎ヒロシです。いやいや、ほんまかもしれない。ここバッカッサってなったんですよ。ステラプラスのね、ヒロナですね、はい。ステラプラスの藤崎ヒロナです。イエーイ、イエーイ。イタレガクちゃん。サファイアの切り裂きガクトです。イエーイ、ガクちゃんだぜ、イエーイ。サファイアのリンです。イエーイ、イエーイ。リンやで、リンやで、リンです。はい、シールズのリュウキです。お願いします。よいよいなんとお前よいよし、なんでいいの普通にスルーしたんだよ。いや、そういう流れかなと思って。リュウキ宗氏がまたチンポコ出してる、遊んでるよ。いや、宗氏くんはいつでもチンポコ出すんです。すぐ出しちゃう。今度俺しゃぶりに行きます。あ、ももこちゃん、あーって呼んだ。あーって、あらば、うん、私シールズ誰担当したらいいですか。うん、それはどうなんですかね。うん、考えてください。お考えになってください。フリー、リュウキのチームを奪ってるよ。おい、誰が奪っとるの。奪っとるよね。フリーズ、おめえ仕事せえや、おい。ほんま、今日は下半身出すなよ。昨日、一昨日か、どっちか知らんけど出しとかな。あら。少々。じゃあな。これ。K。今日は味噌くせかしくなる。うん、どうだろうな、これからかな。そうですね。ヒロナ、はい。シャンパンタワーのグラスこれ一番上ないな。そうですね、昨日割れてたみたいですね。はい、はい、帰るとき持って帰って。あ、わかりました。はい。業務的な内容ですね。そうですね。はい。おーい、おーい、おーい、なんだい。おーいだけじゃ何を言おう。おーい、あら、出す気はないけど気づいたら勝手に出てる。ごめん、なかなかそれ重症や。勝手に出る。勝手に出る。逆に外で出てないことがめず、もう子供の方は勇気のチンポが埋まってでも使うことがないから埋まっててええ。どういうことなの。あんまり失礼やね。ありがとう。もう、こちらこそ。こちらこそね、ほんまに。最近データフォルダーのせい、精子の下半身ムービーばっか。なかなかあれだな、すんごいことをお互い言おうな。ほぼ、マンチョ。なんだマンチョ。ほぼ、おマンチョやな。マンチョ。愛してる。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。隆起にして3人で。いや、それなかなか結構が。いや、あるよな、その相番で。あ、はい。この子が違う指名で、はい、2人俺なんだけど、はい、この子が俺にして3人、3人は困るわ俺。千手観音じゃねえから。うーちょっと待ってな、うーみたいな。ちょっと待って、うーんこっち、うーんみたいな。で一個一個聞いてから、こうこうこうで、こうこうこうでみたいな。わし人気もんやん、ぷは仕事しろおい。むっちゃ見とるやないですか。むっちゃ見とる。おまんちょやったら龍騎突っ込まれるんか。どういうことやもう、てかただの頭おかしいやつやで。あー、まあまあまあ、そうね。流星くん、近々また飲みに行こう。誰のことですか、ちょっと。ちょっと龍玉くんになった。俺のことなんですかね。ちょっと、誰なんですかね。 K って誰だ。ちょっと、ちょっとなんか、うちの米スルーされた。うちの米スルーされた。おい、ちょっとヒロな、待って待って、どれ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 。俺の下じゃ、さらに下下下下下、めっちゃ下やない。あ、これ明日行きたくないイベントやだ。あー、ランマくん来てくださいって。ちょっとあげろあげろ、あげましょうあげましょう。もう行ってくださいよ、ほんま。え、どこまで行くか。お茶、お茶らしが始まってる。もうちょい下下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 、ここっすかね。そこ
わし、リュウキのこと、エロいちゃんのこと、エロい目で見てる。やばい頭おかしいやつじゃねえ。やべえ、次から見る目が変わりそうや、ほんま。どうすんの。どんどん遅れとるで。リンターン、リンターン、あヘディ、ヘディちゃん、ヘディでさんやで、ほんま。ヘディさんやで、まさのヘディさんやで、よくご存知で。ちょっと、4のペース上げよう。ちょっとめっちゃほんまやばいっすよ、溜まってますよ。溜まってる、突っ込んだよ。おい、戦士16日テキーラ、確定ーっ決まったー。そうし飲めよ。オッケーボス、オッケーボス。お茶ありがとう。トマト、トマトジュースが良い。トマト、最近してるトマトジュースで一気勝負する。一気っていうかもうショットグラスパッて。トマトジュース嫌いな人が多いんで。あれ偉いよな、意外と。いやもうほんまにあれ。皆さんお茶ありがとうございます。あらっす、あらっす。私の席にそれがないです。もうお酒は飲めと。あら、もう明日いかんと。そんなこと言うなって。やだ、褒めるなって。明日金さいよ、ちゃんとちゃんと来てよ。明日来て金さいよ。コメントする。精子が突っ込まれ、精子が突っ込まれてみたら。うん、俺は突っ込むのは嫌だよ。もうガチじゃないですか。突っ込むのも嫌、突っ込まれるのも嫌だな。結構ガチの方やんすかそれ。うん、ちょっとなカロリーという名の即取り。いやそれはまあうちで言うあのあれ、カロリーの巨峰はファンタグレープみたいなもん。ジュースじゃないですか。完全ジュースですね。もうジュースじゃないですか、ただの。そんなんしたらわしのアニャル壊れちゃう。絶対おめえ仕事してねえだろ。さっきから携帯返しやがって。このペースがもうぶちゃぶちゃ。アイスペールでカロリー飲もう。飲みたいのは山々じゃけど、とりあえずあのすることを終わらしてからかな。そうですね、それはもうこのペールで飲みたいわ。残ってる分をちゃんと終わらしてからです。そうそうそう、ほんまに明日行きたくない。めっちゃドナこねるやん。どうしたん、リュウキさん。やっぱこれ明日迎えに行った方がいいですよ。俺担当じゃねえよ。そうなの。そうなの。俺担当じゃないのに。それは危ないですね。危ないことになるんですね。爆弾50万、50万。危ねえ危ねえ、それは。リュウキのアニアで壊れるやん、ブヒー言うね。おめえら何を読んだよ、さっきからほんま。しかも読んだ、ほんま豚の絵文字あるじゃないですか。それはおめえって。サボり中ってな、最初。リュウキ君、いや、キラン、リュウキ君、キラン、リュウキ君、リュウキ君、もう、ううつけてくれるんだな、みんな。リュウキにするんだよな、リュウキ。いいじゃないですか、リュウキさん。でもシャンパンペールでカロリー飲みましょう。いいっすね、飲みましょう。シャンパンペールまんまでけえやつやん。でっかいやつやん、あれ。アイスペールだね。アイスペールじゃない方で。おはようございます。おはようございます。おはようございます。どうす。ハルコさん、おはようございます。みんな分かるかな？リュウキのサボり中やろ。いやいや、今普通にキャスしてますやん。まあ、それだね。そうですよ。面白いからいいやろ、リュウキ。いやいや、面白くねえだろ。ヒーって言われなくて、そうし、突っ込まれたくねえ。見たいな、でも若干。せやて嫌だ。若干ちょっと見たいっすわ、俺。嫌じゃん。こうやって端っこがこうやって。なんでそんなプレイされるときやんの。俺司令塔で動画見に撮りながら、マジでいい顔してる。ツイッターに載せるな。いやいや、今日そんな拡散すなよ。今日突っ込んどったっつって。今日突っ込んどったじゃねえ。激ちゃうしたよみたいな。いや、飲んでないからサボり中。いや、飲んでない、みんな飲んでないよな。そうですね、ほんまに飲みましょう、ほんまに。その考え方は多分みんなお酒強いってる。はい、僕ですか、うん、まあ弱いですね。弱い、飲めば飲むほど弱なってきとって、ほんまにね、最近の悩みですね。ガクトは飲めよ。いや、弱いですね、俺も。弱いですね。弱いです、ほんまに弱いです。めっちゃ汗くせんじゃけど。さっきからめっちゃ汗くせんじゃけど。汗くせ、誰や。絶対リュウキじゃろ。俺いや、わからん。俺じゃねえ。足じゃないですか。めっちゃくちゃくせんじゃけど。足っさ、ほんまにくせんじゃ。おめえか。俺足、おいおいおい。俺もちょっと足元に走ることよっしゃ、そこまでして。よっしゃ、
大丈夫もう大丈夫です僕正座しとこうかなくっさでダメか一番の原因か多分俺っす頭痛いって言うか急に何を言うか思うほんまにめっちゃくせえ芸よほんまにファブリーズの匂いが合わさってちょっと結構やばい逆にすごいなんかやべめっちゃ来とるえどこまで行ったどこまで行っためっちゃ下がっとるめっちゃ下がっとるバグっとるバグっとるうお行き過ぎた行き過ぎたちょっと待ってようおちょっと待ってよバグったぞおいバグったバグったバグったぞおい行き過ぎやなここから上行ってこれだあうんヒープヒープ言ってるの見たいブヒブヒって言ってるの見たい見たいブヒ見たいブヒリュウキこないだ潰れたやんいやあなた死にかけだったやん二人とももうじゃあ死にかけだったとリュウキ君潰れるの珍しいたまにあるんですよねやっぱりなんかでも僕潰れるイメージないっすねめちゃくちゃ飲むイメージあるっすわ、僕つそれは何体がでかいからみたいないや、そういう意味じゃないっすよほんまいつも飲んどっても普通にしれーっとしてるからうん、そんなことにかったけどと思うけどな、坊主いいけどそんなことにかったいや、僕あんいや、でもあの時言っていいっすか俺最初に潰れたんであ、そう見てないっす、僕はやつさん抱きついて俺はやつさんのこと大好きなんですよって言って俺泣けた今日のお茶お茶バッグ終わりうわー嬉しいねでもめっちゃ嬉しいめっちゃ多いありがとうございますお茶が200個ありますよね、うん、そんな私いつも死ぬかけです、焼酎なんか飲んだら記憶ないまあそうだろうなやばいっすね焼酎は結構酔 う、ね、ほんまに酔うな何が苦手みんな僕っすか俺はあーどうぞどうぞああ、いいですかじゃあこっちからで結構焼酎より厳しいです焼酎苦手ではないけども理解よとかあーすぐ酔うすぐ酔うっすねあれはだけどあれは僕だったらウーロン茶とかああ定番の定番のウーロン茶ウーロン茶でウーロン茶で割ってる割ってガーッて割るっすよほんまにほぼウーロン茶なくす勢いガクトは何が嫌いなの俺チャーミスルですあーチャーミスルあーチャーミスル美味しくないよな美味しくないっすねあれは兄ちゃんはこのテキーラーあーアルコールがきついっすどうするアルコールときついっすね癖もあるしな。リュウキさんは、ね、俺もでもどっちかというと焼酎苦手。やっぱ全般的にですか。全般的にな。まあ、飲もう思ったら飲めるけど、そんなに持たないよね。まあ、リュウキ潰そう。しおりは潰れんけど。もうやめてくれよ。お前いじめじゃ。勘弁して。私は晩酌なうおどこで。ほらまあお家で。ちょっと出てこないの？こっちで晩酌しまひょうやん、いつも300ポイント使うマリすげえなありがたいな絶対課金しとるだろすごいすげえこれ課金的なやつなんすかえ、リュウキ永遠とテキーラしよういやいや体ぶち壊れるわたまにウォッカにしてあげてパカパカじゃあ今度リュウキ君を潰しに行きますわえ、誰やねんもうちょっとリュウキ潰しにもうみんななんか俺標的にしょるわちょっとリンリンじゃおし、じゃあ、リュウキ、焼酎飲もうか。ロックで。ロックで。厳しいなやばいなお茶ロックで。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 お茶の生地の方が良くないですか？お茶の生地。生地で。俺、ぬるいの嫌いなんやあそ。じゃあ、ロックにしましょう。ぬるいの嫌いなもう、ぬるいのはほんま苦手なんやな。テキーラか。焼酎カロリー割りどっちがいい？焼酎カロリー割りで。はい。ちょっと昨日つかなかった。いや僕つかなかったですか？ついたの。あら。ちょっと。どうなった？ピンではついてないです多分。誰かと一緒にみたいな。相番の感じでついた気がします。ああ。ちょろっと感じで。ちょろっと。目で殺しようがもうめっちゃ。ちょろちょろっと。いやじゃあほんま悪いわ悪いわ。ヒロなのか今そんな感じだったよ。あ本当ちょっと。いやちょ悪い悪い悪い本当に悪い。それは悪いわ。俺ただの俺悪もんやないですかそれ。テキーラか焼酎カロリー割りどっちがいい？焼酎カロリー割りで焼酎濃いめ。うん勘弁してください。嫌なしおりも飲むよ。うんあなたじゃあこの一杯なら付き合おう頑張る。ミサキングさんスタンプありがとうっつってね。Thank you。リュウド、ありがとう。あれだな。どんどんつってな。
よ。リンちゃんだよ。あ、ゆいリン。リンやで。なんだかんだ大人の名前出てくるからちょっと嬉しいですね。ねえ。こうやってコメントしてもらったんだからもう有名人リンちゃん。うらやましい。なんだ俺の方が少ないっていうね。もうヒロな。最初ちょまでヒロな。なんだ俺。ヒロなよりリュウキ君の方が好きって言われてるって思ってたからね。嘘みたいな。めっちゃ言われるやん。16日の飲み物決まった。決まった。怖いってもう死んじゃうよ。楽しみやなほんまに。もう2人で焼酎何本開けるかしよう。いや俺な、あのほんまに焼酎苦手で、はい、2人で、まあ、もう飲む料理もよるんだけど、はい、ハーフでずっと飲みようとしても、はい、1本開けるのにもうヒーヒーハーハーなんだけど俺結構2人でヘルプなしでよ。いやでもそれすげえと思うっすよ。それすげえっす。いや俺多分1本飲んだら潰れてるっすよ。うまっ。焼酎はな、変な酔い方するのダメだな。あー確かに分かる。悪酔いしちゃうから分かるっすわ、それしんどいっすもん。あれお酒飲みたい。うわー飲もう。そこで飲みに来て。おいでミサキングカモン。ちょっと連絡してくれちゃんと。じゃあパンいっぱい入れて。ジャパンジャパンジャパン偉いがジャパン。飲んだことある？ジャパンパン。ジャパン。俺な、焼酎焼酎。よし、何が日本なんだろうってすげえ。何がサッカーみたいな。日本いっぱい入れてて。日本いっぱい入れて、どうやって入れるみたいな。逆に海に埋もれとるやんみたいな。島が。日本なんかしおり10分炊くよ。マジか。マジで。助けてもらいましょう、リュウキさん。10分で1本。どういうペース？怖い怖い怖い。焼酎直瓶ですね。面白いなそれ。ちょやりたいわ。こんな絶対焼酎焼酎。え、そんなあるんですか。見たことないっす。チャミスルに似てるだろ。チャミスルとか。ああ。今日月曜日みたいな。そういうやつか。でもしんどいな。焼酎から三本くらいいきます。すげえな三本。すごい。誰ケイちゃんって。誰よ。初見。やばい。初見。あ、分かった。ステラプラスのケイゴくんだわ。違いますね。違う。死んでるのって言って、いやいや、ちゃんと連絡してくださいって連絡してくださいよ。16日10本開ける。殺す気か。大丈夫っす。1時間40分で全部開きますよ。1時間40分で。1時間40分で10本。焼酎10単一気したら開く。いや、でもすげえな。ロックかポンコツなっちゃうわ。ちょっと考慮してビールにしよう。ビール筋がこうビールがビールにしようってなる。大事でーでーべーってサファイアのバイトです。サファイアのバイト。誰？バイト誰？おっ誰？あっ分かる分かる。あの2人あー分かった。誰か分かった。俺は K だろ。 K だろ。分かった分かった。あの俺だけ置いてけぼり。分かるよ多分。焼酎飲むだろ。あの2日目です今日。あ、2日目です。今日来とる。今日来とる。はい。ゆうすけでゆうすけでやってねえかな。やべえ俺置いてけぼりだよ。ゆうすけさんは今日来てない。土曜日じゃないですかね。いや週末だけ。週末だけ。まあ多分それで分かってるな。15本連れてってね。いや15本もジャパン違うもん。怖いわ。いや消費するの怖いわ。16日はもう隆起死亡確定。確定フラグ出すなよ。もう白旗振る。白旗助けて断面して。じゃあ飲んで見とくわ。バカ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 。年の数だけ飲むんだろ。ちゃんとあの16日誕生日の日っつってな。怖いタイじゃないですか。大好きな勇気君ですね。週を満ちてるやん。いやそれは分かる分かる。そう言ってくれたら分かる。なんとなくね。いやほんまね。しおりはビールしか飲まない。うん、それはもうもちろんそっちにしてください。はい、僕もビールでみたいな。判例でお願いします。焼酎ほんま偉いよ。なんか確かしんどいっすね。いいよ私塩カズネとか焼酎リュウキ君とかと焼酎飲む。リュウキとおい俺
ビールじゃあよ。お前もそうか。年の数だけお茶飲む。いやいや、お茶じゃなくてビールを飲んでください。年の数だけビール。年の数だけビール。それ結構きついな。いやでもあれだろ、1本とかじゃなくて1杯だろ。だったら16杯だ。20何杯とか飲んでも。そうっすね、ほんまに。それだったら大丈夫っす。龍気は年の数だけ焼酎だ。もうなんか龍気の話しかしょうがないな。俺らもうほったきぼりなんで、どういう話をしたらね、わかんないっすもん。15人しか見てねえし。だから閲覧が少ない。でも閲覧が少ない。もうちょっとでも10位になりますね。10位ギリギリ入ってきちゃった。100、あと100。いやもう終わる。やば。かわいい。ちょっときついですね。怒るよ。きついですね、これは。くっさい、くっさい。シャブリーズで匂いでよ。多分お茶で吐くわ。いや、お茶でもな、意外と偉いよな。あ、まあ確かに。アルコールがないからとか、あんま関係ないんじゃないですか。腹に溜まれば何でも辛い。ほんまに。10単で22杯いく。10単でお茶22杯いく。ビールじゃないですか、これは。10単でビール22杯は結構偉い。結構偉い。しんどい。多分とりあえず途中で1回リバースするんです、多分。1回ずつ進むんですか。多分1回です。マジっすか。11杯とりあえず飲んでリバースして。俺22杯とかだったら俺14回ぐらいリバースしそうだよ。そんな弱い。やばいっすよ。辛いほんまに。テキーラ22杯って。やばいな、勘弁して。死ぬな。テキーラ22杯。2杯ぐらい頼むテキーラはいいかもね。リアルなとこだな、そこはリアルだな。わかるわ、でも。ビールよ。ほら、お茶じゃなくてビールですよ。ビール飲むと。約束やな、これは。いや、それ終わらんとその日飲み始まらない。それが始まり。勘弁してくれ。飲み終わってからやっと始まる。飲み終わってやっとよし飲もうかってなるんですね。そっから焼酎飲んでもいいけど、そのなんか何、あの酒癖悪いのがちょっと怖いな。ボコボコにされそうじゃん。怖いやつですか。怖いわそれは。あ、コインコイン、お、よくさん。あ、コインありがとうございます。目の前ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ腹で笑っとるやないですか。ポティーコインが誰がくれたん。ユキさんです。あーかぶった。ユキちゃんっつってな。私も悪いから大丈夫。あーでも悪い人同士ってどうなるんですかね。喧嘩になるんですかもやっぱ。もうボコエ。いやボコエ喧嘩になりそうじゃない。うれーっつって。うれーすいませんでした。余計顔パンパンになって。余計って言うんですか、もう自分で。殴ったらごめんな。めんどくさくなったらペッタクって。怖い怖い、もうペッタク。誕生日くらい許すわと。許してもらえるじゃないですか。許可が降りたじゃないですか今。なんかさっきから2人しかコメントしようがないな、さっきずっと。うまっすね。みんなどこ行っちゃった。15人も見てくれたんだろ。コメントプレイズ。しんちゃん一人奥ですね。え？こちらの一人奥です。あんま。あと少し。余計顔パンパンになったらどうするん？わら。余計パンパン。冷やそう。氷水。冷やすしかない。氷水や。めんどくさくなったらペッタク。わら。ああそう。リュウキさんによったやつかいな。逃げる。逃がさんよ。2人でなんかそこで会話するのやめよう。俺どうしたらいいんですかね。なんか嵐みたいな感じだな。ちょみんなでなんか話そう。何がいい。みきちゃん、ひろな、おはよう。やっと来たな。やっと来た、ほんまに。ひろなパウダー。ひろなパウダー。ワード。おはよう、ほんまに。調子に乗ってすいませんでした。伸びた鼻はすぐへし折られるんで。ほんまへし折られるんで、自分からへし折ったろかなと思う勢いなんで。おはようございます。どこ行った。ちゃんと読んでよ、ヒロ。はい、読みます。今日も仕事頑張ってください。無理しないようにね。ありがとう。ありがたい、本当にありがとうございます。
勇気はもともとパンパンだから変わり変わりが分からん。いや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 分かるわ。担当と逃げるわ。龍騎みたいにパンパンが嫌だ。おい。てか頭どうしたん？てか頭顔じゃないですか。あごめん頭か。やべ漢字が分からないって今日小学生の。顔っていうか頭っていうか髪の毛のことやろ。そう髪の毛はもうちょっと一回落ち着かせようかなと思ったらちょっと汚いピンク色になったっていう事故。まあ、後ろ髪に金髪だけほんまに見といてな。違う髪色、うん、あとよかった、うん、いやファンではないかと。そっかファンで突き通してくれやつれえわ俺そんな言われたら。一応ここではファンってことにしといて。お願いします。めっちゃ振っていきようだよ。ファブリーズ臭半端ねえなここ。ラシア不正義じゃん。やるらしいな。ゆうきさん、めじゃゆうきさん、ゆきくんじゃないんですか。濡れるつけたい。仕事に支障きたぞ。さマリちゃん初見ありがとう。サーバルキャット回転。もう回サーバルキャットっすよ。サーバルキャットっすよ。りゅうき今日絶対汗かく服装。あースーツだから暑くね。スーツ確かに暑いっすね。セットアップはスーツは暑いっす。通気性が悪い。確かに防音性が防弾ではないな。ですよね。防音性防弾って防音でもねえしな。どうしようとしおりを止められるのはまさにかける。うん、まあ多分ちょっと髪型も問題があり、うん、髪型にも問題があるっていう色じゃなくて髪型にも。そうなんでイベント言おう。そうですね、うん、まあ髪型はまあ髪の毛決めたと言ってイベントが僕からでも大丈夫ですか。ステラプラスでは、11日、まあ、明日と来週の明日だけ18日、うん、土曜日なんですけど来週の土曜日と今週の土曜日に、今週の土曜日がレンさんと、あ来週の土曜日がアキハさんの幹部補佐の昇格祭があるので皆さんお祝いしに来てください。イエーイ、よかった決まった。サファイアはサファイアは、11日が、渚かおるさん、おリーダー昇格祭、お18日がはいよ瀬戸匠さん、ほバースデーです。あっ、はい、おめでとう。はい、イエーイ、決まった。はい、シールズはあれじゃな、今週末早乙女ランマバースデーと、よいしょ、来週、白崎コウのバースデーがあるのでぜひお客様来てください。はい、あと新規と、はい、シールズ、ステラ、サファイアにぜひお越しください。ありがとう。イエーイ、決まった。イエーイ、お越しください。あれ来てね。いや来てほしいね。もう見ている方、初見の方でもね、みんな楽しんで帰る、連絡してくださいよってね。ほんまに早く痩せんかい。いや痩せたんじゃってピークから10キロ落ちたの、とりあえずね。下タンクトップやないから、うん、いつもタンクトップです。そうなんですか。大体タンクトップだったらノンスタイルやないですか。ノンスタイルやノンスタイルや、今さら今更ノンスタイルじゃないですか。タンクトップでもええよ、結構便利よ。言うとですね。まあね、確かに気持ちいいしね。痩せたら来なくて、痩せ勇気が痩せたら、痩せてなかったら来なくてよろしい。いやダメ頑張って痩せるけ。シールズが行かない。あらまあ頑張って来させようかな。来てね。来てねーよ。来てねーよ、お前ね。楽しみ、お前やろうね。あとあれじゃね、今月、はいはい、新人王のやつがね。あ、そうだ。ステラプラス、サファイア、シールズの新人、はい、入店3ヶ月以内。3ヶ月以内のこのバトルが、今月中やっているので。どこの店舗が勝つかな。
勝負しましょう。いや、ステラが勝つで、ほんまに。サファイアですよ。ステラやな、ほんまに。サファイアですね。サファイアとシーズンには負けへんで、ステラは強いで。イエイ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 。予告したものの、なかなか切らない。切れないっていう。絶対嫌だって人ね。え、嘘。ちょっと。絶対、しかも顔文字で、顔文字だし、まあまあちょっと辛いですね。怖いもんがあるっていう。終わった？ちょっとサファイアはない、ない。お茶ありがとう。みんな待ってる。みんな待ってるね。ありがとう。来てね。これどうやって聞くんですか？はい、多分。また、またね。バイバイ。ありがとう。